高知 KOG がかなりスパーリングパートナーとして引っ張りだこなので、そのムキムキぶりがね、なんだったら今がどうなっているか、ムキムキなんじゃないかっていうね、いやかもしれないですよね。さあ見ていきましょう、はい、左側ワンピー側が水葉のキャミ、そしてツーピー側右手側が高知 KOG のリリー、キャミー対リリーの組み合わせ、単純にやっぱりリリーのサラミ状パンチによる、まあ、牽制と守りという感じですかね。やっぱワンボタンでね、いろいろできるのは非常に頼もしいですよね。上も横もカバーしてますね。さあシャミ大パンが当たって、これは甚大な被害が出ている。投げまで入って、このラウンドは水葉のラウンドになるか。ああ、ジャンキャン、逆にジャンキャンですね今のは。ジャンキャン、メキシカン台風でコマ投げ一つ、おお、長い技、大丈夫、下がった上、しっかりと取ってきたのは水葉のキャミ上、さあ大パンの隙を取ったですね。さあしかし王子はここでも早めに投げていく、かなり今駒投げメキシカン台風を強めに打っていってる感じ。そうですね、全体的にこの駒投げをちゃんと表の選択肢として意識付けしているか。今度は打撃意識付けした結果、一番でかいのが入りました、打撃が。はい、正腕まで入って大きなダメージ。今度は浩二が体力リード。さあどう攻めるか。リビーの SM は減るんですよね、ダメージ高いですね、有利。さあここは伸ばしていく、セーフからのゲージを使ってバーサしていますが、ドライブリバースランディーサー、しっかり確認している。やっぱ体力リードしてしゃがんでいるリリーをね、ちょっと触りに行くのは困りますね。なかなかね、リーチ長いですし、こういうふうにまあなりがちですよね。しゃがみくまちがストライクを勝手に迎撃することが結構多いので、はい、おー、これですね、タイミングをずらしてその踏みたいっていうのは多分、うわ、めくった、めくっている。スパイまで入って、またもや打撃タクだが、ここはドライブリバーサルアンビザー、ジャスト、おー、確定してる。これでまたもや体力リードは高知 KOG。 ただ SS3 が水差があるんで、その風をためづらい状況には今ありますね。さあうまく中盤クワガタに噛み合わせていった。投げている水は追いついてはきたが、こちらもボタン押す、うまくボタン押した。うわー、無敵が高い、うまい、大パワーまでから使っていった。さあドライブゲージを吹き飛ばしつつ、体力もリードした。こっからの工事、ゲージは2つ、どう守るか。まっすぐ投げて、これでラウンド、そして1セット目は水葉。そしてそれでもストライクを打ったことで、水葉がそのチャンスを作り出した試合になった。さあ両者対決、シンプルに見えますが逆に難しい、そんな組み合わせ。上から来る、コージが前に出てくるぞ、あいちからの上から水葉がうまく触れたが、ドライブの回復には成功、うまい、回復しっかり、おっと、いい距離の飛び出になった、ガメージになる、チャンスはから駒投げは出てきた、しっかり警戒しながらしゃがみ台も置くと、メキシカン台風ラッシュしゃがみ5パンチにジャスパ狙って、ジャスパできなかったからラッシュしたところを待ってしゃがみ5パンチっていう、そこに技を入れてこれですね、さっきのポイント一気に運べるやつ、はい、から画面が近い、投げは抜けている、お互いのゲージを2つ半、ここから試合をどう動かしていくか。相手に触らなければゲージもたまらず、いざいった、今度はマリ出るか、様子見、警戒してる、先方警戒を増やしますね、コージ KOG。 さあドライブゲージがちょっと差がついているか、水葉優勢、インパクト、これはうまい、噛み合っている。さあゲージを使わずそのまま展開重視か、触りながら上、さあこれはガードになった、ダイヤさん、ダウンさせ、ダキタク、ここも引っかかっている、おー、 SS3 満を持しての SS3。 さあこの体力は吹き飛ばす、お見事、これで1-1。
元のダメージが高いから、60% 入りだったんですけど、めちゃくちゃ減りましたね。そうですね。他のキャラ、まあ、CA と同じダメージなんで、はい、風を溜めて、大胆に溜めて、2つある風、1つ使って、こんな着地。読みがち。確かにね。おすすめのなんかしゃがみ強パンの打ち方だったりとかってところが、だいぶこう、ミサに対して効き始めて、うまい。おスパイクで割り込んでいた、はい、連続ダウンじゃなければ耐久武器あるので、ね、落とせるっていう技なんですね。うん、SA フリージングフォーク SA1 でダメージを取りながら画面端を作った公式 AOG 体力リードして打たせて取る、しっかり。水葉はちょっと触りにいっても、逆タ気味に投げていく。このしゃがみ強パンの空振りをかなり許してしまっているので、ミサ側としてはオリリのしゃがみ強パンチを呼んでいるタイムですが、これは工事側にペースが傾いてきた。うまく、ね、やりたいことを噛み合わせている。この画面端どう使うか、相打ちからスパイヤー引っ掛けている。そして直で投げに来る。読み合いが回った結果、工事さんに勢いが、だいぶなんかこの工事系王子が守れてるし攻めも通ってる、こういうのがね、投げもね通ると。今ねしゃがみ強パンチかなり水は嫌がってると思うんですよ。だからこそ踏み込みやすい状況ですかね。確かにバンカスさんでから何でも入るからね、やりたい放題になってきた。さあ歌ひろわさん、こういう時かなり格闘ゲーム困りますよね。ストリートファイターシックス感じますね。はい。これでもコマンド投げが通る限りはいっちゃおうって思う、自然なことですかね。ちょっと思った、やることなすこと、いい時は何をやっても許される。さあここから水葉は苦しい中で投げ、これでゲージが2つになった。一回投げて、まずは投げ、次は上からいくわ、うわガースしきる。これは人読みっぽい、人読みっぽいな今の。そうですね、まあ、水は結構ああいう選択肢多いんですよ ね、 すね、うん、バータジャンキャン成功。おまなげの数がね明らかに増えてますよね。そうですね、ほとんど空振りしてないじゃないですかコマン投げ、ね、メキシカンタフィルが。そうですね、全通り出した時は全通りと、うまくめくって画面端投げで作って、ここからしゃがみ大パンに噛み合わせたか。さあすでにマッチポイントは高知 KOG 出す、さあ追わなくてはいけない状況。投げる、かなり投げが通ってるので近づかれるだけでかなり嫌な空気にはなるが、水はどうするか、高知はどうやって決めるか。前に出る、よくが押したな今の逆タク、そこを使っていく、使わざるを得ない、お見事。最終ラウンドはゲージ差は若干ついてはしまったが、ラウンド優先使わざるを得なかった。でもオーディメキシカン台風の体力にはなってたんですよね。いやそうですね、もうリーサル圏内で打撃に行ったっていうところだったんですけど、水は気合でしのぎました。コースの来年まで、ここはうまく打っていた、アクセルスピンが潰されているが、飛びに対してその体育が出てない、出してこないというところを今ついているところなんですが、さすがに今止まれすぎているんで、当時 KOG 側も1試合分変えそうな感じしますけどね。そうですね、受けからジャンプ、これは大きなプレーになるか。さあ水葉の攻めが終わらない、もう一丁これは大きな一撃、大きなラウンド、流れは変わるか。飛びでちょっと自分のペースを作って、最後のフーリガンがったのも一応 SS3 レーシング台風でパラされたら、はい、やばいってことで、一応ジャンプ系の技にしておいた感じでした。さあ先手は水葉が取り始めた、これが三先の恐ろしさ。なるほど、入れ替えて、さあ工事立て直せるか。やっぱり事故りたくないからジャストパリ対空メインって感じか。そこはバウンドしながらの覚悟の一撃、これやばい、これやばいっす、始まります。さあこれで水葉に1ゲージは転倒したが、お無敵技警戒して、うえっ踏んでいる、噛み合わせた、ここから投げまで入る、時間は稼げている水葉、目の前押してバリを誘った、次は
かる。おー、空中ブライン、そこにアロー。多分 SH か、回せるところがスパイカーだと思うんですけど、うん、でも結果オーライですね。結果オーライ、西川さんで。いや、なんか流れが全く違うようになったな、うん、そうですね、うん、先ほどまでの空気が一変、流れは水原にあり。どうする、公式 MC。 いやー、ここも投げ3回インパクトで最後はノリノリだ。これが三崎三試合選手、勝ったのは水原。おめでとうございます。お見事。やはりジャンプか、うん、飛びでしたね、完全に。なんか序盤に嫌な間合いからのめくりがいい感じで入って、はい、